こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画ではおしゃれに見えない人の5つの特徴というテーマでお話をしてみたいなと思っています。こちらの動画を見ていただいている方の中にも、服にはそこそこお金をかけていたり、それなりにファッションには気を使っているはずなのに、なぜかあんまりおしゃれに見えないなと悩んでいる方もですね、中にはいらっしゃるのかなと思っています。まあ、僕たちのイメージとしては、お金をかければかけるほどおしゃれになれそうな気もしますし、それなりにファッションに気を使っていればおしゃれになれそうな気もするんですけども、実際のところはですね、そう簡単にいかないことも少なくないんですね。まあ、今回ご紹介する5つの項目というところを見返していただくと、なんだか自分のファッションがしっくりこないんだよなっていう悩みをですね、ひょっとしたら解決できるかもしれませんので、ぜひ最後までお付き合いいただければなと思っています。まあ、早速ですね、1つ目の項目からお話をしてみたいなと思うんですが、1つ目はですね、服の価格帯にメリハリが効いていないというものなんですね。まあ、最近はですね、安い服でも素敵なものって結構増えましたよね。まあ、代表的なのはこちらの動画の中でもご紹介しているようなユニクロですとか GU ですとかグローバルワーク、このあたりのショップというのは価格は抑えめなんですが、すごくですね、バランスのいい服が揃ってるかなと思います。ですので、このあたりのお店だけでもですね、全身コーディネートすることはもちろん可能なんですが、とは言ってもですね、僕たち30代40代の大人の男性がですね、こういったあまり高くないものだけで全身コーディネートするのは、僕はですね、個人的にはあまりお勧めをしていません。これはなぜかというと、いくつかの理由があるわけなんですが、まず一つ目として、価格帯が変わることで生地の質感が変わったりですとか、デザインにおける細部の違いが出てきたりですとか、作りが丁寧になったりですとか、小さなところではあるんですが、やはりですね、価格が違うことで明確な違いってあるんですね。そういったところを僕ら大人の世代というのはある程度は意識した方がいいかなと思っています。まあ、これが10代20代の頃であれば、体型もスマートですし、ある程度若さで安い服であっても着こなせてしまう部分もあるんですが、まあ、僕らぐらいの年齢になると体型は変わってくるし、雰囲気もですね、昔のようなフレッシュさみたいなものはやはりなくなってくるんですね。そうなるとですね、安い服だけで全身をコーディネートするとどこかしっくりこないような気がするんですよね。まあ、年齢を重ねるごとにやっぱり清潔感みたいなものは少しずつ損なわれていくので、そういった部分を服でカバーしてあげるとすごくバランスがいいかなというふうに思っています。もちろんですね、ユニクロだとかグローバルワークすごくいいので、部分的に使うのはいいかなと思うんですが、全身をこのような安いものだけで構成するのはちょっとやめておいた方がいいかなと思っています。実際ですね、おしゃれな人の中でもユニクロを使う方って結構多いんですね。まあ、代表的なところで言うと、先日発売になったプラス J だとかユニクロ U だとか、そういった著名なデザイナーとのコラボレーションラインの発売当日に行くとですね、結構おしゃれな人がたくさん並んでいたりするんですね。まあ、そういった方を観察しているとわかるんですが、全身ユニクロでコーディネートしている方はほとんどいないですね。やっぱり自分なりにこだわりがあって、ある程度お洋服にお金をかけているんですね。そしてその中にですね、部分的にユニクロのアイテムをミックスさせることで自分の着こなしというところを楽しんでいる方が多いのかなと思っています。ですので、いかにですね、ユニクロやグローバルワークのデザインが良かったとしても、全身に使うのではなくて部分的に使うというところを改めて意識していただきたいなというふうに思っています。例えばボトムスですとか、ニットですとか、インナーですとか、こういったものに関してはユニクログローバルワークで揃えて、その代わりジャケットですとかコートですとか、あとは靴だとかバッグだとか、こういう小物に関してはある程度投資をしていくと、すごくバランスのいい着こなしというところが実現できるのかなというふうに思っています。はい、続いて2つ目の項目なんですが、買い物をするお店が20代の頃と全く変わらないという例ですね。これも大人の男性に多いんですが、10代20代の頃によく使っていたお店にですね、今も通い続けている方って意外と少なくないんですね。まあ、例えばファッションビルであっても、10代20代向けのビルもあれば、割と大人の男性向けのファッションビルというものもあるんですね。ですので、年齢によって使うお店というのもちょっと変えた方が僕はバランスがいいのかなというふうに思っています。あとは身近なところで言えば、ユニクロと GU というものがあるわけなんですが、 GU というのはやはりですね、10代20代をターゲットとしているアイテムが多いんですね。僕自身も週に 1,2 回はリサーチのために GU に足を運んでるんですが、なかなかですね、僕ら世代にフィットするものは少ないかなと思っています。先ほどもお伝えした通り、 GU のデザインというのも結構いいものは多いんですが、どうしても素材感だとか作り自体のですね、上品さというところが、なかなか GU ではそこまでの完成度って出しにくいかなと思っています。ですので、僕ら世代が GU で買い物をするというのはなかなか難しく
くてピンポイントで選ぶのはいいかなと思うんですが、できれば GU よりもユニクロの方がいいかなと思っています。そしてユニクロだけではなくて、もう少し価格帯を上げたりだとか、お店の雰囲気なんかを変えてみるのもいいかなと思います。具体的にはセレクトショップと呼ばれるところが使いやすいかなと思うんですね。例えばユナイテッドアローズですとか、トゥモローランドですとか、エディフィスですとか、このあたりのショップだと僕ら30代40代の男性でも買い物がしやすいので、ぜひですねこういったお店なんかも覗いてみると良いかなと思っています。あとは結構地域も大事かなと思っていまして、例えば東京都内であったら様々な地域にこういったセレクトショップがあるんですが、池袋だとか新宿だとかこういったところで買い物するよりは、おすすめなのが銀座ですとか有楽町ですとか丸の内ですとか、このあたりのエリアの方が同じお店であっても大人っぽい雰囲気の商品がたくさん揃ってるかなと思っています。ですので僕ら世代になったらどこの地域で買い物するのかっていうところをちょっと変えてみるというのも一つの方法としては良いのかなというふうに思っています。はい、続いて3点目の項目なんですが、年齢に合った着こなしができていないというものなんですね。これも多いですね。まあ、先ほどの項目と結構近いところがあるんですが、まあ、僕らの世代って結構20代の頃にファッションというものが止まってしまっていて、あまりアップデートされてない方が結構少なくないんですね。ですので学生時代によく着ていたような洋服のテイストからですね、そんなに変わってない方も少なくないんですね。その結果ジップ式のパーカーだとか、ちょっとプリントの入ってるものだとか、カジュアルなジーンズだとかチノパンだとか、あとは割とスポーティーなアイテムですね。色がちょっとビビッドなナイロンパーカーだとかマウンテンパーカーだとか、そういったものを未だに着てる方も少なくないんですが、やはり僕たちもですね確実に年を重ねているわけなので、そういった10代20代の頃に似合ったファッションというのが今の僕たちにはですねなかなかマッチしないということも少なくないんですね。なんとかですね30代前半まではギリギリ持っていたものの、それが30代後半とか40代になると明らかに似合わなくなるんですね。見た目は十分大人なのにファッションは20代の頃と変わらない、このギャップというのがですね結構違和感に感じられてくるので、ぜひですね今の自分の年齢に合った着こなしというところを考え直すということは大切なのかなというふうに思っています。じゃあ具体的にどうすればいいのかというと、これは今までの動画の中でもですねよく語っているんですが、分かりやすく一言で表現するとシンプルでやや綺麗めな着こなしというところを意識してみると良いのかなと思っています。具体的には無地のニットを着てみるだとか、ボトムスであればブラックジーンズですとかスラックス系のものを選んでみるだとか、スニーカーであればシンプルなブラックですとかホワイトのレザースニーカーを選んでみるだとか、アウターに関して言えば着丈の短いピーコートとかそういったものではなくて、ロング丈のチェスターコートだとかステンカラーコートだとか、こういったものをですね着こなしの中にミックスしていただくと大人の男性にもですね似合いやすいファッションというところが完成しやすいかなと思うので、ぜひですね少しきれいめというところをですね意識してもらえると良いのかなと思っています。はい、続いて4点目の項目なんですが、これは季節に合った着こなしができていないというものなんですね。もうちょっと具体的にお話をすると、リネンという素材がありますね。まあ、日本語で言うと麻の素材なんですが、こういったものというのは基本的にはですね夏に使われるような素材なんですね。このようなリネンのシャツをですね秋を過ぎて11月だとか12月に着てる方もですね意外と少なくないんですね。あとは主に秋冬に着るようなコーデュロイの素材だとか、ちょっと起毛感のあるような素材感のものをですね春先以降も着てる方って少なくないんですね。まあ、素材というのは季節に適したものというものがあって、そういったものをですねちゃんと取り入れてる方がおしゃれに見えますし、バランスのいい着こなしになりやすいかなと思っています。あとはアイテム使いなんかも結構大切で、今動画を撮影しているのは11月の末なんですが、この時期でもですね結構寒い日ってあるわけですね。ですのでこの時期からダウンを着てる方がいたりだとか、がっつりとしたウールのコートを着てる方もいらっしゃるんですが、できれば秋に関しては薄手のコートなんかを持っておくとバランスがいいかなと思っています。いきなり真冬のコートだとかダウンを着てしまうよりは、薄手のコートから入ってもうちょっと寒くなったら厚手のウールのコートだとかダウンに変えていって、そして3月に入ったら暦の上ではもう春なので、真冬のコートだとかダウンを着続けるのではなくて薄手の春らしいコートを着てみるだとか、このようにそれぞれの季節に合った着こなしというところを意識するようになると、より素敵に見えやすいかなというふうに思っています。はい、そして最後5点目なんですが、これはですね服のブランドに頼りすぎているというものですね。これもですね結構多いんですが、どこどこのブランドで買ってるから大丈夫だろうと思ってる方は意外と少なくないですね。なかなかですね具体的な名前を出すことができないんですが、ジーンズといったらここで買うだとか、このブランドで買っておけば間違いがないだろうというのはですね結構危険な選び方で、ファッションブランドですとかショップに関してもやっぱり旬っていうものがあるんですね。昔はこのブランドめちゃくちゃ流行って
していたけど、ちょっと今ここは旬じゃないなっていうものもあったりするので、昔からこのブランドを信頼していてずっと買い続けているというのは結構危険な買い方かなというふうに思っています。ブランド物を買っていればある程度おしゃれに見えるだとか、お金をかければそこそこに見えるというのは結構誤解で、やっぱりどんなにおしゃれなブランドであってもそこに置いてある服が全部おしゃれということは全くないんですね。その中でもですね、ある程度素敵なものを自分の目でちゃんと選ばなくちゃいけないわけですね。ですのでブランドネームというところにこだわりすぎるというのは結構危険なので、ぜひ皆さんにはですね、自分自身で今の自分だったり今の時代に合った服というものを選べるような目をですね、養っていただければなというふうに思っています。はい、ということで今回の動画ではおしゃれに見えない人の5つの特徴というテーマでお話をさせていただきました。中にはですね、当てはまる項目があったかなと思うので、そういう方は今回の動画を参考にしながらファッションを見直すきっかけにしていただければなと思っています。その他にもですね、皆さんが考えるこういうところがおしゃれに見えないポイントだよねというものがありましたら、ぜひコメント欄にどしどしと書き込んでいただいて、皆さんでシェアできればなというふうに思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。